どうも、レオザフットボーです。よろしくお願いします。さあ始まりました、ルヴァンカップ決勝。今回はですね、名古屋グランパス対アルベックス新潟の試合をリアルタイム分析していきます。今回はスポーツくじウィナーとのタイアップ第2弾になりますね。で、ここで僕の予想ですね、前回オーストラリア戦が、僕ね、4点差以上で日本対オーストラリア、日本の勝利っていう風に予想していまして、見事的中ということで、すごくね、得意なんでね、この予想はちょっと信じていただきたいんですけれども、僕はね、ウィナーの方は全部で、250口買いました。はい、250口買いまして、僕の予想、こんな感じになってます。名古屋新潟1-1、もしくは名古屋新潟2-2で、こういった予想をしていますね。これがどうなるのか。そう、本命予想は1対1で名古屋と、これが175口分の予想ですね。で、大穴が名古屋新潟2-2で、そう、決勝戦の見どころを教えてください。あと注目選手とかというわけで、見どころは、注目選手と見どころ一緒にするってなるとあれですね、一緒になっちゃうんですけど、名古屋を始まる前に分析してて、この左ウィングバックの徳本選手、この選手のキックむちゃくちゃいいんですよ。他の J リーガーとかでいうと福森選手とか思い出しましたけどね。なんか左利きのキックが多彩で鋭くて、この選手のコーナーキックからの得点率、チャンスメイク率めちゃくちゃ多いんで、めちゃくちゃ高いんで、この徳本選手からの、クロスで得点だったり、コーナーキックで得点みたいな。なんで名古屋の方がそういう、なんかこう、もし押し込まれる展開になっても常に相手にとって脅威になるというか、カウンター一発で長い選手走って、そこから全員で押し上げて、森島泉もキープ力あるし、でコーナー取ったとこから徳本っていう、本当徳本のね、そこのキックが注目で、それが今日の、決勝戦の見どころでもありますね。で、新潟の方は、俺が注目選手にしてた小見がスタメンに入ってないな。そっか、小見好きなんすよね。小見じゃなかったたら、そっか、今ね、みかんさんがいて、稲村さんね。僕見た試合、外国人通センターバックだったんですけど、あとは、そうっすね、今日はスタメン勝つから、太田選手が、その、シュートのバリエーション多いっていうか、相手見てゴール前の落ち着きがあって、状況によって、蹴り方変えられる感というか、それがすごい好きでしたね、見てて。なんで新潟の方がボール持つの好きなサッカーの感じだけど、この雨の中で同じようなサッカーをするのかどうか。名古屋に関しては切り替えの瞬間の5バックの人数多い時の守備よりも、切り替えの瞬間で3バックの脇つかれたりとか、広がった瞬間にやられるみたいな、結構ね、切り替えの瞬間がポイントですね。で、新潟はしっかりこの立ち位置を余裕持って取れるポゼッションの時はいいんですけど、ボール奪った瞬間に結構ね、ボールホルダーを追い越していくのを監督さんは思考してるのか、パスコースを作りきれてない時に囲まれちゃったりとかするんで、前に追い越していく、その速い攻撃がメインになって、結果横使ったり後ろ使ったりってするのが、もしかしたらというか、そこが失点シーンとか失点になりそうな場面で多いんですよ。なんでこの松橋監督の意図が、奪ってからの速い攻撃だと、それによって出てる、決してそれは悪い考え方じゃないんですけれども、むしろいい考え方なんですけど、それがね、ちょうど前に行きたいボールホルダー以外の選手たち、ボールホルダー自体はサポートしてほしいみたいな、そこのギャップの瞬間でね、奪われる時がありますね。そっか、ランゲラックね、スピーチ感動しましたよね。あと名古屋稲垣選手とかね、強度高くてミドル良くてゴール前にも突っ込んでくるし、 X フォローしてくれてるしここ一番重要ですね。なんでフラットに見て稲垣選手でいきたいと思いますね。堀米さんうまいっすよね。だって前、レオザと分析、僕のね、オンラインサロンの映像を見ながら分析するそのコンテンツあるんですけど、堀米選手取り上げたと思いますね。ライン間で受けて、ね、視野広いね、泉、森島とね、自分たちもね、オフザボールいいし、それと長いっていうのは相性いいでしょうね。裏抜ける長いと、それによってできたスペースを使う2人っていうね。おのうまかったね、待ち合わせする感じで。斜め入ってきたボールをね、ファーストタッチでね、背中入ったところから、もう欲しい場所開けといてっていうね。よくランゲラク反応したな、これ。ベテランだからというか、持ち味が出てるね。オフザボールとしてだったね。
ワンタッチ落として、おー、いいコンビネーションっすね。新潟どんどん乗ってきたね、さっきのノンのプレーから。で今ね、連続したオフザボールで裏抜けて、それによってできたスペースを8番だから宮本が使って、でその他の人が裏抜ける、手前が空く、そこを別の人が使うみたいな、めっちゃ足元だけじゃないいいポジションできてますね。ボランチがそこカーンでいけるのもいいよね。相手からしたらね、前の選手戻ってこなきゃいけないから捕まえにくいしね。松橋監督は誠実そうっすよ、見た目が。だからアルテタっぽいってこと。あと当てたボールに対して、縦パスに対しての斜め後ろのサポートが新潟自然とできている時多くて、なんで当てた先で落としてみたいな、ちょっとデゼルビブライトンっぽい現象起きやすいですね。新潟の方がね、この名古屋との噛み合わせがいい感じになってるね。ハイプレスの 3-2-3 で当てれるっていうか、逆に新潟数千場で回してる時に長いだけが追う形になりやすいから、システム上。おっとー、やってもうたー、いやー、やってもうたー。調子良かっただけにねー、阿部からの縦パスな、ずっとこれうまくいってたというか逃げ切れてたからな。長谷川監督失点した側の顔してたな。得点した方の監督って思わないよな、あれ。今日これね、いやー、テンパったな。でこれね、迷わずダイレクトで打ったのすごいね、長いね。さあもうこの時にね、ロベルト・サンチェス顔大事だよね。ミスってない顔大事だから、阿部には切り替えてもらって、あ、何が悪いんですかみたいな、そこいないお前が悪いでしょ顔をしてもらわないと。つなぐチームのキーパーに大事なね、要素、ミスってない顔ね。エデルソンとか1ミリも顔ずれないから。さあ 1-0、 これで僕はね、このウィナーのね結果 1-1 ですんで、考えると新潟が1点取り返してくるのがいいですね。そう、連動してね、この追い込むようにプレスかけれてね、そこでな、横空いてるけど、あれね結構横見んのむずいんすよね。さあ、うわー、長いの、これやっぱあれなのかね、普通に後ろから来るのこのレベルの選手だと分かりそうなもんだけど、歓声とかいろいろあんのかね。2回続いてるじゃんこれね。え、長谷川でもさっき見終わったっけ。いやー、でもベテランのね、ワントップがこれやってくれると士気上がるよな。長いさやってんなら頑張ろうってなるもんね。だから感覚値でね、ここでこの後ろの選手来ないってところで、いや来るんかいってなるんだろうね。で、あとなんか足音立てないとかうまいと思うよ、多分鑑定的な能力あると思う。長いのね、自分を追ってるんだけど周りにも指示でき、これがね結構 J リーグというかほとんどのチームプレスは、後ろの選手が来れるんなら前の選手が行くからってなると、こういう風にね、周り見ながら指示してここで行くぞって言えるだけで全然違うし、プレスのそのクオリティ、プレスって強度ばっかり言われるけどクオリティ大事だから。スタッフにボケたみたい。あー、決まった。高いボールから落としてって感じだったな。なんで今なんだよこっち見た時ずっと見てたのに。え、また途中でクリアミスか。いや、ちょっとはい、リープレイ見ますんでちょっとお待ちを。さて、刺して当てて落としての裏行って、当てて落として横で、めっちゃ綺麗に崩したじゃん。稲垣の飛び出しがよく落としたな。で長いのこのね、ダイレでさ、ボールの中心叩く技術がめちゃくちゃ高いんだよね。やっぱ裏狙うところから落として、裏狙うところから落としてっていうリスクを抑えながらのポゼッションというか、もうね、サポーターが旗の先っちょを落っことしちゃうぐらい興奮じゃない。いやー、これね、3列目から飛び出してこられるとな、ついてくのきついからな。ゾーンで守ってると、あ、後ろに受け渡したなと思ったら結果人数足りなくなってるっていうね。さあ、こっから新潟2点取ってもらわないと。もう僕のね、本命予想は崩れましたからね。戦術上の注目ポイント教えてほしいです。あと試合前の予想戦術と違ってましたかというわけで、試合前の予想戦術とは違ってないんですけど、やっぱ雨の影響によってそれの効果みたいなのには多少差はあるかなみたいな。ボールでやっぱずれちゃったりとか浮きにくいとか、そういうのはあるなと思いますね。で、戦術上の注目ポイントっていうか、この後の後半の注目ポイントの話したいと思います。まずは新潟なんですけど、名古屋がこう3バックで回す形に対して、新潟がしっかり3トップではめに行けると。名古屋無理して繋がない分、この3バックに3トップではめてる時にこうプレスかけます、キーパーまで戻すでしょ。これが雨の影響とかさ、戻ってくる球質とかもあって、ランゲラクがすぐ蹴れない時にツータッチしたりとかするんですよ。で、ランゲラク自体が足元むちゃくちゃ持ち味とかいうキーパーじゃないから、ここでの寄せが緩くなる、緩くなるというか緩くしない方がいい。これ寄せれてる時にゆっ
くり寄せちゃったりするんだけど、ここをもっとスピード上げて寄せることによってランゲラクのテンパリだったりキック精度ブレて、それによって低い弾道になって引っかかってカウンターできるから、このプレスかけたところからランゲラクまでかけきる、それがすごい大事。キックフェイントで逃げれないぐらいのスピードに落とすんだけど、今ランゲラクまで寄せきれるかどうか、ここがねめっちゃ重要なのよ。なんで守備で変えるポイントで言うと、ハイプレスの時に後ろ気にして寄せなくて、結果ねこのランゲラクまで寄せなくても、このちょっとこっち気にしないでください、ここボール持ってる人に寄せる時にこの辺でステイしちゃうの。これここをちゃんと切りながら行くのか、ここを切っとくのか行き切るのかの、この一番中途半端な、抑えれてないし、この出先をで出元のところも抑えてないっていう状況になるから、行くなら行く、行かないなら行かない、これはっきりするだけで全然変わると思います新潟。だからそういう点でまだチャンスある。でもう一つはつなぐ時の話なんですけど、つなぎながら奥狙う時に、中央狙ったこういう新潟からこういうボール出るでしょ、新潟からこういうボール出る時に、名古屋のクリアがサイドに絶対逃げるっていうわけじゃなくて、結構このエリア、ペナルティエリアの幅の中に落としてくれるんですよ。でこれ結構ポイントで、僕自分のチームとかも徹底するんですけど、味方に確実につなげる時以外はサイドにクリアするか、サイド無理だったら高くヘディング上げろっていう、そうすると相手処理むずいし、味方も守備で戻ってこれるかみたいな。なんでしっかり名古屋がプレスはめてきて、それを冷静につなごうとしてもミス起きちゃうじゃないですか。でこれに関しては仕方ないですよ、ボールを足で扱って相手が邪魔してくる競技なんで。ってなると、その時に逃げるってなった時に、逃げた時の相手のクリアボールをどう拾うかっていう、ここに対しての飛ばしたってなった時の人数のかけ方と前線の選手の意識、だからあのセットプレー取ったシーンとかもセカンドボールの拾いからなんで、新潟がつないでくる、そこの技術高いから名古屋前に人数かけるから、5バックで引いたとこ崩しきるよりも、前に名古屋がプレス、名古屋が前に、この赤の名古屋が前にプレスかけてきて、それによって薄くなった。こういう状態の守備崩すよりも、この状態の方が崩しやすいですか。ここ狙うっていうのはすごい大事だと思いますね。名古屋は結構そのままでいってか、名古屋側からすると、このクリアをペナルティエリアの中に低い弾道で、味方に確実につなげるとき以外は、外に弾く。で、外に弾くと、一回戻る時間ができるでしょ。で新潟足元でつなぐから、その分ね引っかかってカウンターいけるみたいなのもあるからね。名古屋怖いのはここだね、つながれての失点より自分たちの処理ミスからのショートカウンターみたいなのがすごく怖いですね。なんで名古屋はこのポイントだけ今気をつければよくて、新潟は逆にハイプレスしっかりランゲラクまで寄せ切るとか、後ろでつないでる選手と寄せ切る、変にバランス取んないで寄せ切って、ウイングもサボんないで逆サイドから前線の選手が出てって、ボランチとかもこう出てって捕まえるじゃん。そうすると後ろ薄くなんだけど、これを薄くしないようにウイングが絞ったら後ろ人数保ちながら寄せれるから、人捕まえる守備をもう勝たなきゃいけないから、ゾーンで休みたいかもしんないけど、今日は頑張れっていうやり方するしかないですね、この状況になったら。この中で代表呼ばれるなら、いや今の代表がレベル高いけど、稲村とか今後めっちゃ可能性あるかもしんないですね。稲村かな、この中で見てていいな。とかフィジカル的にやっぱね、圧倒できる選手好きだから、そういう望月ヘンリー的な感じで三國とかかな、あとコミ、この中っていうかまだ出てないけどね。うまい上にね、連続した強度の高い運動量みたいなのが求められるからね。だから森島が守備で走り回る感じになるのが南野みたいな感じですからね。を縦から右で上げるか、自分で上げるか、自分でいった、起きた、これはスーパー、いやー来たね、 2-1 なりました。これは僕の予想もあと1点新潟入れれば僕大丈夫だと思いますね。めちゃくちゃ理想的だった、これね。しかも時間帯的にもね、相手疲れてきた時のね、このドリブラーだからね。2対1でしたい太陽がね、1対1 2回みたいになっちゃったからな。本当はこのね、徳本と1対1してる時に横から長い当たりたかったんだけど、そこがどうしてもちょっと疲れてた分、徳本を振り切った後に次長井との1対1になったから、いや素晴らしいね。これがね結構みんな見ててある状況だと思うけど、長井疲れてるからって次入れた選手が長井より走るかっていうとまた別みたいあるよね。このサッカーの軸だったり、あとセットプレーで重要な役割任してたりとかあるもんね。あそこまで戻ってる長井がすごいんだけどね、左シャドウとトップ行きしながらやってるからな。おー、コミ君入った、来た、谷口がコミになって、おっ、えないか、どうでしょう、ちょっと遠いサイドだったら分かんなかったな俺。あー引っかかってるっちゃ引っかかってるな。あとはその
小見くん先に触ってるけど、これはそのボールの試合権あるというふうに認識されるかどうか、これはどうでしょうね。 VAR 入ったら PK もらえるやつだろうな、引っかかってはいるからな。ただこれが倒れるほどのやつかとかどうかとかいう判断もあるからね。でもなさそうだね。お、今聞いてるね、 VAR ルームからの。お、これはドキドキの時間っすね。どっちだろうこれ。あ、結構がっつり聞いてるね。え、これマジでどっちになるこれって。いや、これ、いや、取られる可能性全然あると思います。で、これってさ、引っかかってはいるけど、ボールが自分の所有権ない位置だったら、なしのパターンじゃん。その辺ってルールブック書いてないじゃん。そうそう、だから結構審判の主観による部分がちょっと、これは引っかかってなかったらプレー続いてるから PK と、引っかかってるけどそもそもプレーが続いてないから PK 取るのはちょっと、なんていうのかな、その試合結果を左右しすぎる判定になるっていうのあるよね。いや、これマジで見てらんねえな。これこのね、ウィナーで試合この予想してかけてる僕以上、このサポーターの人の思いが、このカメラ見てらんねえマジで。つら、残酷だこれ。全員の人生かかってる感じだな。なんでもう見ないわ。うわ、見に行った、お昼のレビュー。なんだこれ、これ当たって、これで PK 入って当たって嬉しい以上に、この心の痛さがあるんだけど。うわー、これは主審の、やだな、この試合の主審。これどっちでも文句言われない、これ、これどっちでも言われるよ。うわ、やだなー、これかわいそう審判。いや、これすごい試合になったね。レンなら取る？僕だったら取っちゃいますね。取る、うん、俺はどっちかな。レンは取るね。僕は取ります。俺はちょっとどっちかなと思ってね。みんなならどうする？これみんなが審判なら、ん？見た結果、取った！マジか！レンだったな。そうですね。よかった。よかったって別に、これ間違ってたとしてもなんで、いやこれこれ審判かわいそうマジで。いやこれはね。うわ、いや、うわ。あ、コミ君剣だ、しかも。そりゃこの顔なるわ。つらい、もう消したい、テレビを。あ、これ、俺今期見た試合だけど、一番今ドキドキしてるかもしれない、普通に。どっちでもやだ、でもこれ、コミ入れたら俺のこの、え？払い戻し想定額。これ、え？今のオッズどうなってるっけ？ 10.7 か。この時ちょっと落ちてるぐらいだ。そうですね。さあどっちでしょう。これもう時間差的に現地の人は分かってる。だからみんなのチャット見ないよ俺は。現地の人も書き込んでるかもしれないから。いやこれドキドキした。これカメラのせいよ。いろんなサポーターの顔映すから、もうその人たちの気持ち、選手とかさ、平常心な人いるかね。これ全員の顔がもうさ、うおー、これな、うわー、決めるか、ですか、ランゲラク止めそう。決めた。いや、すげえ。いやいや、もうさ、ゆっくりってあれだからさ、うん、もう助走ない PK だからやべえかなって思わなかった、うん、いや、よくこの状況であの助走の取り方できるの。いや、当てに行かずに当たるパターンになりそうです。そうそう、これ俺今、逆に今だけ言いますけど、僕もう直前まで分析した結果、そのセットプレーとかを細かいところまで見れてなくて、これをやった時僕は名古屋 2-1 か 3-1 かなって思ってたんですよね。逆に俺の予想を新潟が覆して、結果俺の予想当たるっていう不思議な。すげえなこれ。コミ君 PK 外したことないんだ。いやどうなんだろうこれ。いやマジ今季一番ドキドキしたな俺。いやもう見てらんなかった。 このね、一人一人の表情で、ずっとね、寄りだとビルドアップ見れないからあれなんだけど、さっきのシーンはもう寄りでよかったもんな。いやそれ延長だろうね、このままね。これ当たりかな、これこのままだと90分だもんね。終わった、当たったー。すごい当たり方すごい当たり方、劇的すぎる。すげえ当たりました。うわー、リフレクションからボレー。やっぱ浮かさないのさすがだね。この日初の浮かさないボレーじゃなかったっすか。
よく溜め切れたな今。でもまあ僕ウィナー当たってるんで、もういくらでも点取ってもらって、はい、どんどん点取ってもらった方がね、もう今フラットな気持ちで両チームの得点応援できるんで、こっからもどんどん取った方がいいね両チーム。中山でしたね、うん、おーうまい、完璧だ、おーあーマジだ長倉込み完璧だったね今ね、ポストプレイヤーとね、アジリティ高い裏抜け上手い選手にやってほしい。綺麗なゴールでしたね、流れからして。マイプレーかかってなかったから縦パス入ったしな。いやーここなー、裏ケアしたかったな、出てこないと思っちゃったんだろうな、本当だったら裏ケア優先でな、あのセンターバックのところね、ちょっと優先順位はな、普通の横パス来ると思っちゃったんだろうね。でも新潟が新潟の主体サッカーで崩した感じがするね。いやコミヒーローっすね今日。お、奥の可能性なさそうやんな、全然ないね。素晴らしい、こう奥くんなんのにスライドしながら走ってるから、ね、ここでね、一回一発目で打たないで溜めて縦にね逃げたのが素晴らしかったね。終わり、終わりましたね。いやーこっから PK か。まずはうわー力抜けてんな、すごいな秋山。120分出ててね、なんかそのいい意味で逆緊張感感じない感じのね蹴り方すげえうまかったね、うん。山のあとは稲垣で、おい、さあ1-1、まだ金庫は崩れません。おお、またあとランゲラクと阿部ってこうでかさの問題とかあんのかな、この精神的な圧あるじゃん、自信あるんだな、決めた、デンはこの後整骨院入ってるだろうからなすごい駆け引きしてるな、デン。もうランゲラクがデンみたいになってるなこの表情。まあチームメイトだったんですかね、うん、長谷川監督僕哲学似てないっすねでもその時に哲学似てない全く違いますね、はい、全く。おお、なんか精神的圧の差はありそうだな、ベトランゲラクでな。そう、僕が哲学似てるのはロナルド・クーマンですね、はい、そういいんすかクーマンかドメネク占いですね占いですね、スタメン決めてね、敗退した後に彼女をプロポーズするっていう、ブチギレながら言う、うるせえ俺は今日プロポーズするんだっつってね、決めたね。いや太もも太。さあ阿部です、これ外したら、あまだか、さあもう外してグランパス決めたらね、なっちゃうんで。さあ、おお、うおー決めた。さあ勝負の4本目誰が蹴るんだろう。でも何回もねこの苦境からね這い上がったからねこの試合で。あーユンカーか。でユンカーの運動量とかあれで言うと、こういうとこ決めないともう割り合わないけどな、割り合わないなーって言ってる未来も見えるな、割り合ったわ。でそうかそうか、新潟が次、ここも新潟市でが外したらその瞬間だ、決めたらそうですね、うん。そして込みです、また。いや今日コミ君大変だね、ずっとコミ君大変、一番メンタルきついとこずっとやらされてる感じすんな。いやー、いや普通これで勝ったらコミ君大ヒーローだけどなね、今日メンタル的な負荷の比重高いよね、コミメンタルやばいやろって。切らないとちょっとドキュメンタルっぽい言い方ね、人生で一本も外したことないわ。うわー、コミには決めてほしいね、もうチームの結果と別で、コミ人生で一本も外したことないような顔には見えないんだけど、毎回このぐらい緊張感あるから決めてる。さあ決めてほしい、この助走のハラハラ感おーおーおーおへへへへへさあここでよかった。いやコミには外してほしくなかったからな。どうなる。うわー名古屋おめでとう新潟よくやったな。いやーここまでの試合になったのな。いやー悔しいだろうけどな。いやー、まあ、みんなは当たりましたけど、もう当たったのとは違うこのね、もうなんか今日の試合は、試合の中で僕の感情にもすごい起伏がある、すごい試合をね、ウィナーでコラボさせてもらってね、予想を与えましたけど、予想と別のところのね勝者が2チームあるような試合でしたけどね、
来シーズン新潟応援したくなる試合でしたね。いやでもすごいいい試合でした本当。決勝、これこそ決勝っていう試合で、最近リアルタイム分析でした中でやっぱあの終了間際の PK のね、もうサポーターの人の顔も選手たち監督たちの顔も本当人生かかってる顔をこう見れるのはこのね本当勝敗のかかったね、なんか本当に軽い意味で使わないエンタメって言葉がね的確な試合でしたね。両チームに感謝と雨の中応援したサポーターの方に拍手ですね。俺が俺信じてるから、俺が信じてみんな絶対やれるよ。最高よ。選手が自分の最大能力を出せるような環境を作る、それをこれからやっていきます。俺が自信を持って選んだメンバー、これだったら昇格です。君の